始まった。はい、どうもパタムス協会でございます。それよりでは今回よりサイコブレイク2の方を初見でやっていきたいと思います。カマ L が L2、 装備が L1、 カバー、近接攻撃、リロードが四角、結構あれかな、近いもありますかね、バイオハザードと。違うかもしれんけど、いろいろ使うみたいね。 B はスニーク。あ、これタイプ AD ですね。明るさ、明るくしとこうか。はい、なんか調節しましたね。というわけで、サイコブレイク2やっていきたいと思います。オプションの方で、字幕とか出るようにしておきましょうかな。字幕、言語日本語、音声日本語。何 ?HUD 表示設定。なんだこれ、字幕、あ、表示、これオンにしておきましょう。画面の中心点の表示、これどうしますか。まあいっか、なしにしようか。 FPS ではなかったような気がするよね。うん、よし、じゃあこれでいきたいと思います。前作も一応やっておりますんでね、前作の後の続きの話だそうですね。いきましょう。あれ、セバスチャンかな。で、奥さんと娘。サバイバル。アクション難易度高めやって。サバイバルを体験してプレイヤー向け、アイテム使いどころ向けは慎重に進もう。カジュアル。ストーリー楽しみたいプレイヤー向け、アイテム十分に輸出することができた。他のモデルセバスチャン耐久力あるんです。アクション難易度高め。もうこういうふうな、サバイバルでいきますか。自動照準機能。こう照準機能を有効無効にする。有効にする銃を構えるとき、自動的に照準を合わせます。設定やプロフィールの難易度別に保存されます。ゲーム中オプションメニューがいつでも変更できます。無効にしましょうか。楽しむためにね。あ、タバコ来た。民家炎に飲まれる。悲惨な火事。ジョージと火事代行の女性が死亡。これはセバスチャンとこの家か。ったかな、もしくは前のあいつやね、何やったっけ、ルベンやったっけ、ルビックのことかな。いや違うよな、多分セバスチャンの子供の話やな。パパママ、やっぱセバスチャンのとこや。ほら、チャプター1、炎の中や。なんてこった、嘘だろ。これ前の話や、1より。マジか。じゃあ行きましょう。走れるね。この時点ではあんま何も関係なさそうですね。よし、じゃあ行きましょう。何もできない。セバスチャンの家かこれ。うわー、リリー、子供や。リリー、子供がリリーですね。母さん、あかね。よし、燃えとるな。結構燃えとるね。そっち側行くしかないか。押しかね、開けよう。くそ、セバスチャンがおかしくなるまでなのかな。おかしくなるというか、アル中になるまでかな。仕事中でも酒飲んでたって言ったもん、前回。リリーどこ。おお、ちょっと煙たいわ。写真や、結婚式の奥さんもどっか行っちゃうんやもんね。開くんかな。うわお、いけんのかな。いけちゃうわけ、これ燃えちゃうわけ。あ、大丈夫。
開く。よし、あ、階段ある。オッケー、2階って言ったな、リリーは。パパ助けて、任しとき。すぐ行くぞ、リリー。リリーは、これがリリーや。あー、前回もかなり精神世界だけの話みたいな感じだったから、今回どうなんやろね。ある程度リアルにやるのかな。リリーどこ、しゃがめんのかな。しゃがめるはちっちゃい字 R3 ボタンですね。アナログスティックですね。 R のアナログスティックを押したらいいと。さすがにこんなとこでアイテムとかなんかないよな。ゆうちゃんのこと言ってられへんよな。散策していこうかとかそういう次元の話じゃないんかな。一応寝室ですね。夫婦の寝室も作ってあるな。なんかあんのかな。この他の部屋までしっかりと作り込まれてる。あ、ロックされてる。後から来んのかなこれ。やっぱり後から来そうな雰囲気。入れへん。こっちは火事になっちゃう。無理だね。よし、じゃあ行くか。リリー、うわ、まだ開いてる。出ておいで。リリー、どこだ。パパだよ、助けに来た。助けてくれなかったでしょ。あら、カスティアーノ刑事。うわあ、やめろ。パパは助けてくれなかった。ああ、先に溺れてる。やっぱりうん、誰？え、キッド来んねんたっけ。久しぶりね。久しぶりね。お前結構裏って繋がってる。違うとこと3年もお前を探し続けてた。空っぽの瓶の底にでもいると思った。私がなぜ今になって現れた。見つからなかったのは彼らがそう望んだからよ。落ち着いてセバスチャン。お前あの病院で何が起きるか知ってたんだろう。そうやで。ビーコンで起きたことは過去のこと、もう忘れて。精神病院ですね。警察が押し付けたカウンセラーみたいな言い方だな。あいつは何も知っちゃいない。だがお前は違う。教えてもらおうか。メビウス。メビウス黒幕やな。え、こいつらメビウスの人ら。スーツやったもんな。確かに来た理由はこれ。何これ。あ、写真や。リリーと嫁さん。どこでこれを手に入れた。弾入ってるわ。リリーはまだ生きてるわ。また精神世界の話。嫁もなんかメビウスと繋がってたんちことあるんだっけ。リリーは死んだ。警察の報告書もある。組織も済んだ。事実は都合よく書き換えることができる。死の偽装なんて簡単よ。あら、そうなんや。つまらない嘘を言うために現れると思う。またセバスチャンを動かすためにか。実験。私たちの元で見せろや。じゃあでも危ないの。あの子を助けるのを手伝って。ステムに繋がれてんのかな。助ける。娘に何をした。その手を離せ。強い。酔っ払いの割には。ああやられた。きっとお前あなたは喜んでついてきてくれると思ってた。こんな茶番に付き合う暇はないの。ジョセフは死んだんかな。リリー待ってる。なんでリリーを利用した。メビウスは
セバスチャン、目が覚めたのね。よかった。まあ、最高の目覚めだ。ステムに繋がれてんのかな。ここはどこだ。組織が所有している施設よ。これが全能のメビウスか。俺歩いてんの。あ、車椅子乗ってる。彼らがどれほどの力を持っているかあなたは分かってない。そうだな。元刑事を誘拐して助けを請うくらいだからな。相変わらず笑いのセンスはないよね。無駄話はもういい。娘はどこだ。焦らないで、答えはここにあるわ。わあ、やっぱりほら、繋がれる人類補完計画や。病院で起きたことは不運な失敗だった。誰が喋ってんの。あそこ誰かいる。私たちは得た知識をもとに新たに大幅に改善されたステムを作り上げた。俺の娘とどう関係がある。前のやつと一緒か。無数の精神が結合した世界を、一人の幸福が皆の幸福になる。ああ、こいつ前のやつや。メビウスの社長みたいなやつ。この奇跡で人類は偉業を成し遂げようとしている。あまたの精神を支えるためには汚れのない純粋な精神が必要だった。子供やリリーって書いてある。ガティアノス、ほら。リリーをあの機械に繋いだのか。やっぱり君の娘は非常に優秀だ。今までのコア候補の中で一番安定性がある。彼女のおかげで新型ステムは素晴らしい成果を上げていた。最近まではな。あら、一週間ほど前にリリーが消えた。信号が届いてこない。そしてステム環境が壊れ始めた。技術的なエラーだろうし、すぐ直せる。だからメビウスのエージェントチームを送った。でも彼らからの連絡も途絶え、通信は遮断された。こういうことだ、ミスター・カステヤノス。私は君にチャンスを与えている。またあの世界で戦うの。娘ともう一度会えるだけじゃない、命を救える。過去に君が成し得なかったことだ。娘を救うか。てか脳だけちゃうの。またルビックみたいに選びたまえ。そりゃ行かなしゃあないでしょ。行くしかないでしょ。ああそりゃな、行くか。悪いやつだよな。エージェントを見つけたらできるだけ協力して。エージェント、こいつは飛ばされてるやつらか。信用してないわね。でも目的は同じよ。ああ分かった。俺は一人で問題ない。リリーを見つけたらすぐに連絡して、こちらで抽出作業を始めるから。私はここで待ってる。ああいろんなやつらの精神が見混じった世界で。いいことなの。ジョセフかな。ジョセフ、思い当たるのはジョセフか奥さんしか思い当たらへんわ。こいつ前のダウンロードコンテンツでキッドマンのやつで出てきたやつやな。闇のやつや。向こうでは気をつけて。あなたが頼りよ。俺は一回帰ってきてっからな。ステムエントリー、3、2、1。ああ、行っちゃった。タティアーナとかいんのかな？看護師。うわ、綺麗。また落ちるんかよ。毎度のことながら落ちるよな。もう精神結合してる世界やから何でもありやからな。
綺麗やな。サイコブレイクドゥアングル一応触れるわ。これはどこだ、真っ暗すぎる。どこだ、ダッシュスタミナを消費する。んしゃがむ、家だ。うわ燃えてる。すぐ行くぞリリー。アナログスティックを押す、そういうわけじゃないかな。アナログスティックを押し込んで走るのかな。せやな、そういうことやな。あ、マイラ読めせんや。俺たちの娘は嫌よ、認めないわ。絶対助けてくれないなら私が真実を突き止める。そうやね、どっか行っちゃってんな前回で。だけどいたよな、メビウスかどっか、ステーモンとかにいたよな。あ、東大や。東大何やったんやろ。あ、この音楽もセーブポイント行くときのやつやったっけ。まだ鏡から入るんかな。電話鳴ってる。何これ、トランシーバーみたいなやつや。警察署。もしもし、セバスチャン、聞こえる？どっちのキッドやろ。ここはしっかりしてセバスチャン、うまくいったわよ。気分はどう？あ、このマークもひどい二日酔い見たんだ。大丈夫、メビウスのマークか。メインシステムから離れた場所にいるから通信は確保できる。この建物はあなたのルーム、あなたの記憶から作られた安全地帯よ。オッケー。の記憶、それなら妻と娘はどこにいる。ここは俺のいたクリムゾンシティ警察か。潜在意識が作り出したのよ。自分の胸に聞いてみて。本題に入りましょう。はい、ルームに情報を送ったわ。記憶と違うものはない。へえ、そんな知らんよ。これじゃないの、これでしょ。どう考えても知らんもん。メビウスの連中の写真があるぞ。行方不明のチーム。東洋人いるな。一人でも見つけたら知らせて。ミキコハーフマン。ジュリアン。彼らもユニオンに閉じ込められてリリーを探して。最新機。ユニオン。このステムはユニオンという小さな町をイメージして作られてるの。なるほど。これか。そっちの専門家たちも助けろと。あなたにしかできないわ。信頼してくれるのはありがたいが、俺はリリーさえ見つかればいい。他にも情報があるから、そこを出る前に確認。マジで言ってくれてるやん、いろいろ。あ、チャプター2になった。あ、ええや。リリーが描いてくれた俺の絵だ。家と一緒に燃えてしまった。リディの手がかりを得るためステム内にいるメビウスのメンバーと何とかを触る。早いこと消えたな。そんな速読できないんですけど。あ、これや。これ見えへんの。これちっちゃい丸ついてるよ。こっち側だけ見るとかできんのかな。これだけ見るとか、ユニオンだけ見るとか。オニール、技術者をこんなに送り込むとはトラブルを想定してなかったんだ。詳細を表示。あ、これだけでいいの？他見れないね。あ、いや、あ、これ、いや、で見れるやん。見れますやん。サイクス。サイクス。技術者だが、武器の心得もあるようだ。で、この人は？はい。ユキコ。心理学と監視のプロ。なんでこいつだけ名前の方読んだよ。慎重なやつだろうな。ユキコ・ホクマ32歳らしいよ。慎重なやつだろうな。この写真何？リリーとお前のチーム、ステムか。それに俺まで全員がステムに閉じ込められてしまった。全員をポットから引きずり出して助
叩き起こすんじゃダメなのか。そんな単純な仕組みじゃないわ。コアがいないとシステムから完全に締め出されてしまう。このタイミングで無理やりシステムから切り離せば死んでしまう。そしてシステム内に意識だけが永遠に。そういうことやんな。さすがメビウス、バックアップも完璧だな。当たり前のことを言ってもことは進まないわよ。あなたはリリーを見つけないと。でなければ彼女とあなた、それに中にいる全員が死んでしまう。俺も死ぬもんな。嫌だな。ベイカー、ウィリアム・ベイカー、まずはこいつを探すとしよう。あ、そうなん、言ってくれんや、ちゃんとそういうの。優しいな、優しさ設定できてるわ。こいつから探せん、ベイカーから探せんな。格闘のスペシャリストか。へえ。自分の身は自分で守れそうだ。あとこっちは見れる、あ、見れる、見れるし。はい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 。ちょっとなんでそんって言ってくれないの。これ見たいんですけど。ちょっと、はい、じゃ、これがユニオン。普通のアメリカの街にしか見えない。被験者が穏やかにくつろげるようになってるわ。穏やかにくつろぐか。ビーコンとはえらい違いだな。ビーコンえげつなかったもんな。今回もうまくいった。ルビックの世界やったからな、罠とかで。何が起きるかはこちらにもわからないの。情報が必要ならそっちの住人に聞くことね。足で稼ぐのよ。刑事だった頃教えてくれたでしょ。お前が刑事だった頃なんてないだろう。あなたももう刑事ではないわ。でも動き方を忘れたわけじゃないでしょ。へりくつ合戦ですね。行きますか。こんなもんかな。この机の上には何もない。あ、あるある。はい、最初にもらった表彰だ。まるで別人だな。そうなんや。まだ飲んだくれてんやな、こいつは。こんなもんで終わり？コートとか着ていかんでいい？この辺とか、なんか資料とかあんのかな？何もなさそうやん。でっか。じゃあ行っちゃおうか。よし。あ、セバスチャン・カスティアーノスって書いてある。猫や。飼っていた覚えはないが。あ、前あったよ。キッドマンの時やったけど、セーブポイントのソファーのとこにいたな、猫な。可愛くない猫やな。映写機、どこから掘り出した記憶だ。小学校か。スライドフィルム、カメラ付き携帯が主流である現代では使われない過去の遺物。高齢者の家の屋根裏やフリーマーケットで稀に発見されるセバスチャンのルームにある映写機で内容を確認できる。はい、だそうです。これか、やってみっか。はい、ここが基本的にセーブポイントとかそういうところなんでしょう、多分な。フィルムを選択。はい、あ、ブランコ乗ってる、楽しそう。セバちゃん、コーヒー取ってきて、コーヒー持ってきたぞって言ったところね。なるほどね。これ取れば、まあアーカイブ的なもんかな、普通のね。集めていきゃいろんな映像見れますぜみたいな感じなのかもしれませんね。こういうのはニャーニャー言ってるわ。うわー、あ、やっぱ鏡や。ビーコンと同じだ。ここから出られるはず。むしろここに帰ってこな。ダメだったのか。そういうことか。これはセーブ端末、拠点やルームに置いてあるセーブ端末で新しいセーブデータを作ることができるということですね。まだいいか。うん、じゃあ出る前にセーブしますか。よし、電話機置くの。新しくセーブデータを作成します。作成します。はい、 OK、 できたんかな。異空間。よし、この次から次回やっていきたいと思います。バテモス協会でございました。ありがとうございました。